ねえねえ、私実は。うわ！いい感じだから今気持ちちゃんと作ってたから驚けたってことだろ、はい、調子いいぞお前ら、いい感じいい感じ、調子いい。どう、トダカ、トダカ美味しい役やらせてもらえよ。お前転入生だから一番怖い役とかな。一番怖い役ないです。ないのか、そんなに。そうです、はい、怖い役って怖い役とかない、ね、一回今あの今とりあえず決めてとりあえず練習してんのね、はい、ごめんなさいごめんなさい。よく実はキャンプって初めてなんだよね。バーベキューしてデザートでマシュマロ焼いて、その後テントでお母さんとひたすらなぞなぞして謎なぞしてこちらはじっと見てきました。ロック名様でご予約されている森林様ですね。夜の10時以降にはテントエリアから絶対に出ないでください。うわっ、ちょっとあれ意外と白鳥が意外と一番びっくりしてるんだけど、あれ怖かった、怖かった。声だけだから、声だけだ、強がんじゃないよお前。結構でも集中してたね、全然近づいても気づかないし、しかももうそんな邪魔者の目を見、邪魔者を見るような目やめてくださいね。ね、楽しんで楽しんで。こっちだよ。あと5分で始まりますんで、ね、ちょっとそうだよ、ここで、はい、ここからか、あ、違う、ここからだ、ね、うん、ここから、はい、大丈夫大丈夫。雲怖いね、読むのも怖い、うん、どうしよう、怖い。リクちゃんダメ、大丈夫だから頑張ろう頑張ろう、リクちゃん大丈夫だから。よ、こんな明るいのにリクちゃん読むだけだから。でも読むと呪われるとかいう話あるのかな。じゃあなんで読ませるんですか。読むと結構寄ってくんだよ。リクちゃん大丈夫、はい、そんなことないから。大丈夫大丈夫、カノでも大丈夫なんだから、余裕だ、本当に大丈夫。髪の毛が先生もさっきからずっと肩がね重いんだけど大丈夫。これ肩こりってやつ、肩こりですよ。50肩ってやつです。40代だな、僕ら。もう次でもうほぼ練習、これ最後だと思って、はい、はい、はい。